はい、また動画が始まりました。飛行機が映っておりますね。おそらくこれはね、成田空港だと思うんですよね。飛行機に乗ってるね、アメリカン航空だからアメリカに向かっているのは明白でございます。これは2003年の9月でございます。アメリカの空港で乗り換えでございます。どこだったっけかな、ダラスだったっけかな、シカゴのオヘアだったかな、マイアミだったかな、ちょっと忘れておりましたね。飛行機を乗り継ぎました。なんかマカロニ的なものを食べてる、パンとかね、サラダがついておりますね。地球の歩き方が映っておりますね。どこに向かうんでしょうかね。真夜中のところに着きましたよ。これは一体どこ？どこかにたどり着いたようでございます。夜の空港を飛行機が降りて地面を歩かなければいけない空港でございます。ちょっとずつ記憶が戻ってきましたね。ここは南米でございます。まあですね、ペルーのリマからリマに着いてまた飛行機に乗り換えております。ペルー自体も初めてでございます。初めての南米でございます。2003年の9月でございます。この動画を編集しているのは2020年の5月21日、新型コロナウイルスが流行って沖縄から帰ってきて、またあなたは旅に行くのっていう設定で作っております。それでも僕は旅をやめられない。今から17年前でございます。2003年の9月ですね。初めての南米でございます。飛行機から見えたこの湖はおそらくチチカカ湖だと思います。ペルーでございますね。標高の高い富士山と同じぐらいの ところにある大きな湖でございますね。おそらくね、この飛行機が向かっているのはですね、周りには何山脈、アンデス山脈ですね。アンデス山脈が雪をかぶっております。街並みが見えてきましたね。これはね、ボリビアでございます。南米の内陸にあるアンデス山脈の上にある国、まあジャングルとかね、平地の方もあるんですけどもね。首都ラパスにたどり着きます。なんかね、なんとか首都とかね、他にも首都があるみたいなんですけど、一応その中の一つの首都でラパスに向かっていきますね。なんか街が見えておりますね。アンデス山脈の岩山のね、ところに築き上げられた街並みが見えてきました。赤い屋根のね、建物が目立つような気がしますね。緑はちょっと少ない感じのところに人がたくさん住んでいるみたいな、そんな景色でございます。9月っていうことは、ここは南半球ですからね。でも南半球って言っても赤道にまあ近いようなところなので、暑いんだけども標高が高い分寒くて、でも日差しはその分強いみたいな、そんな感じのところでございます。
ね。飛行機が着陸いたします。南米ボリビアのラパスでございます。空港に着きましたね。初めての南米でございますよ。ラパスの空港に降りましたよ。 LAP という飛行機で降りましたよ。滑走路のところをね、地面をねこうやって歩くんですね。標高が高いと思いますよ。でもね、雲はね空高くにありますけどね。ラパスの空港でございます。なんか独特なデザインでございますね。空港のところでね、待ち構えているんですよね。観光の人たちがですね、ちょっと捕まってしまいましたね。初めての南米でございます。初めてのボリビアでございます。初めてのラパスでございます。すごい。はい、今回のね動画の説明をしたいなと思いますね。何動画分に分割してねまとめて紹介します。よちつまの南米インカボリビアペルーの旅、2003年の9月に行った時のね旅でございます。成田から飛行機でアメリカ合衆国のどっかを経由してですね、往復したんですけどね。まずはペルーのですね、初めてペルーに入国して37カ国目なんですけども、ペルーのリマのお隣のね、カヤオ特別郡っていうところのカヤオの近くに空港があるんですね。で、この時は、乗り換えたんです。リマには行かなかったんですね。そして、そのまま38カ国目のボリビアでございます。ボリビアのですね、ラパス県の中にエルアルトっていうところがあって、そこに空港があるんですね。ペルーの空港カヤオにあるやつがホルヘ・チャーベス国際空港、ボリビアのエル・アルトっていうところにあるのがインテルナショナル・エル・アルト空港。こっからですね、車に乗せられてラパスの市内に降りていったんですね。まあ、ラパス観光なんかしましたね。そしてまた何泊したのかな、何泊したか忘れましたけど、ラパス空港からね飛行機に乗ることになって、チリですね。チリも初めて行くところで39カ国目でございます。チリはですね、チリのアリカ・イ・パリナコータという地域にあるアリカ県にインターナショナル・チャカリュタ空港というのがあります。そこから一旦ねアリカ市街に行って、そこ
からマイクロバスみたいなやつに乗ってペルーのタクナ県のタクナに向かいましたね。ペルーは37カ国名でございますね。そしてタグナでですね、アレキパ県、タグナからバスに乗ってアレキパ県のアレキパに来ました。そして次の日ね、アレキパ県の中にあるセロコロラドっていうところに、空港のインテルナショナルアルフレド・ロドリゲス・バリョン空港っていうところから飛行機乗って、クスコですね。クスコのアレハンドロ・ベラスコ・アステテ国際空港。クスコ、ペルーのクスコ県。で、クスコ市内に行って、そして観光して、そしてクスコ県内のアグアス・カリエンテスのマチュピチュ駅で降りて、バスに乗ってマチュピチュに行って、で、マチュピチュ駅に戻ってきて、列車でクスコに戻ってくる。そして夜行バスに乗ってプーノに行くと。プーノ。プーノ県の中にあるプーノです。で、プーノからですね、チチカカ湖観光をしてですね、まあなんか島巡りなんかをしましたけど、そしてプーノの市街地からクスコにまた夜行バスで移動して、で、クスコのアレハンドロ・ベラスコ・アステテ国際空港から飛行機に乗って、カヤオにあるホルヘ・チャベス国際空港に行って、首都のリマに行ってですね、そしてアメリカ経由で成田に戻ってくるという、そういう旅でございました。